えー、今日ですね、これから。経営管理大学院の教授として、そしてですね、経済学研究科の教授としてですね。取り組んできた一つの節目としてですね。最終講義を話させていただきたいと思います。まあ、タイトルですけれども。まあ、未来について語ろうとすれば、本当にいろんな論点ありますから、未来は実は簡単にしておりますけれども。私自身の。 研究のですね、これまでの取り組みをですね振り返りながらマーケティングの過去現在未来についてお話をさせていただきたいと思います。まずマーケティングとは何かというですね問いそしてマーケティングとは何かという問いに答えるためにはどのような問いを構造的にですね 組み立てる必要があるだろうか。これが私自身、大学院に入学をしてですね、マーケティング研究を志して以来、ずっと考え続けているところです。でまず第一にはやはり、マーケティング自身が歴史的に生まれたものだ。昔からねあったわけではなくてですね、ある時期に生まれた、 特特有の特徴を持つです、ね、社会的事表であるということ。ということはですねどのような歴史的な事情でどのような必要性や十分性の中でマーケティングが誕生したのかどのような状況のもとで誰がマーケティングと呼ばれるものをそういった行動を生み出したのかというふうなですね見方 そもそもいつどのように生まれたのかということにですね注目をする必要があるだろうと思います最初からですねそういう意味ではマーケティングというのはあったわけではなくて販売する売ろうというですね当時の企業これは主に大規模な製造企業が最初は中心的な役割を果たしたわけですけれども彼らが能動的にいかにですね 販売といいうものを実現していくさまざまな試み偶然性もあってですねそれしてそこでマスマーケットというですねこう大企業が生まれていくプロセスでそのを受け入れるですね消費市場もまた創発的に生成的にですね形成されていくそのような反復のですね 繰り返しの中でマーケティングというものが確立していったんだというふうに思います。そして、ここは大事な点なんですが、一旦確立してしまうと、まあ、人間には現状維持バイアスがあったりもるので、なおさらそうなんですけど、昔からもともとそういうものであったかのように思ってしまうわけですね。そのようにマーケティングというのが、 一つのパラダイム一つの行動様式として確立していくそこでハーバードビジネススクールなどですね大学でマーケティングの教育研究というのも進められるようになる、ね、そして大企業のマーケティング担当者というのが最適なマーケティングはこうだということでですねマーケティング戦略を組み立てて実行するようになるその時にはもうすでに マーケットがあってそのマーケットに適応するマーケティング戦略という正解があるかのように展開をされるようになっていくわけですね。でこの段階ではさまざまな実は新しいテクノロジーやメディア現在でもインターネットや AI などのですねこういったテクノロジーが登場してきます。マーケティングというのは 基本的には使えるものは何でも使うということで、貪欲にさまざまなテクノロジー、さまざまな方法、新たなメディアとか流通チャンネルなどをですね、作っていくということを進めてきています。その結果ですね、またメディアや流通チャンネルもまた、マーケティングとともに変わっていくという、そういう相互作用っていうんですかね、そういう形の中で現代の、 ビジネスというのは展開されていいいるんだろうというふうとふに思います。歴史的に見ると、ねまあ、私自身のいつの間にやらトレードマークになってしまったものがこの真っ赤なですねコカ・コーラでゼミ合宿の時には私はお酒が飲めない下戸なもんですからとりあえず学部のゼミ生は あのコカ・コーラを2リットル1.5リットルですね2リットル買っとけば先生は満足するだろうみたいなのがいつの間にやらですねあの長年の習慣慣習のようになっているんですが私自身初期の頃にですねこのハーバードビジネススクールの経営士の研究者である RS テドロ教授のですねニューアンドインプルールブド マスマーケティング誌という翻訳書はタイトルになってますが、この翻訳のコカ・コーラの部分の翻訳を担当しました。そこでテロロー教授自身が言っているんですけども、製品としてのコカ・コーラというのはそんなにすごいものではないんですね。まあまあ美味しいものかもしれないけども、世界中の人に愛される。 あるいはアメリカ人が自分たちのアイデンティティの一部のように強く信奉するそんな秘密はですねこの中に入っている化学物質いくら研究したところで明らかにはなりませんつまりコカ・コーラがすごいのはそれは製品がしょぼかったらここまでいきませんから製品も、まあ、そこそこおいしかった、ね、特に炭酸を入れることでシュワッとして刺激的だ みたいなことはです、ね、プラスなんでしょうけどそれだけではやっぱりなぜコカ・コーラがこんな世界中で愛される強いブランドになったのかということは説明できないわけですね。そこでテドロー教授はその問いに対してまさにコカ・コーラがそのように広く普及していくのはそういうシステムをですねコカ・コーラ社自身が作っていったことによるんだと。 いいうようよなことを述べていますそこでは起業家精神も重要でしたこのキャンドラーという人がコカ・コーラを広げ始めるんですけどなぜかここは本当に単なる思い込みとしか言いようがないんですがこのキャンドラーという創業者はコカ・コーラを全国にアメリカ全土に普及することが私が神にね 指名されたたたミッションであるとどうも信じてたみたいなんですね。そんなミッションあるわけないんですけどそれでも彼はそう信じてですね果敢にですねアメリカ中どこでも誰でもコカ・コーラが買えるという状況を作るっていうことに情熱的に力を注ぎそしてキャンドラーから会社を買う形でですね後継者のウッドラフがさらにそれをシステムとして展開をしていくと。 いうようなやっぱり取り組みの中で、このコカ・コーラというものがこのような状況になったんですね。まさにやはり歴史的に作られた存在であるということが明らかだろうと思います。テドロ教授はそれを見てですね、やはりアメリカの全国に普及するというのが重要なマーケティングの発展段階だし、一旦ですね、全国的な、 市場というのは確立したらその上でセグメンテーションをしていくこれはまあコトラーのマーケティング戦略の、ね、中心的なパラダイムである STP ってやつですねセグメンテーションターゲッティングポジショニングというマーケティングが広がるのが現代なんだとこういう説明をしています。まあ、このののよようううにににに歴史的ママーーケケテティィンンググがどのように誕生したかとい中主要な特徴 本質というものがですね、見えてくるように思います。京都大学では、このマーケティングの歴史的な研究というものを、これまでのですね、えー、先生方が進めてこられました。私の恩師のですね、近藤文雄先生も、成立期のマーケティングの研究ということでですね、バトラーとかショーンなどの、だいたい、 19世紀の終わりから20世紀の初頭のですね、アメリカのマーケティング学者が、いかなるものとしてマーケティングの特徴を捉えたかということについてですね、当時のマーケティングのありようを明らかにするためにですね、研究を進めてきています。そうすると、そこでのポイントの一つに、需要創造という言い方も言えるかと思いますけれども、企業主導型で 消費者のニーズというものをいかに積極的に実現していくのかとそのために市場調査をして売れるための仕組み売れるための製品を作るというですねそういう積極的なですね企業の能動的な取り組みが行われていること別の名前で言うと需要創造ということですね。 そういったことにですね、取り組んでいることにですね、注目してますしもう一つはですね、当時の製造業が自社のブランド製品を全国的に展開するためにですね、自分が中心になって企業主導型の新しい販売チャンネルというものをですね、まあ、作っていくということでこの流通チャンネルをですね、あの追求していく。 これはまあその後バーティカルマーケティングシステム垂直マーケティングシステムというふうにまあ総合的には言われるようになるプロジェクトなんですけれどもそういったところがですねやはり初期の成立期のマーケティングの大きな特徴であるということを明らかにしております。これは えー、増谷今日のですね、この幹事も務めていただいてる増谷弘明さんの論文ですけれどもこの,表自身はこの図自身は私と増谷さんが何度かディスカッションをしてまとめたものですがマスマーケットが生まれるような状況でマーケティングが生まれるそしてマーケティングが展開されていくことを通じてマスマーケットが作られる。 政治化されたマスマーケティングが展開されると、こういうですね、反復するプロセスの中でマーケティングというものの展開というものをですね、え分析していくと、まあそういうフレームワークを作って議論もしたりもしています。このような歴史的な特徴を持つマーケティングの本質をどのように捉えたらいいのか、この点をめぐっても過去さまざまな マーケティングの研究がありました。歴史的に見るとですね、マーケティングは交換だっていうですね、えー、研究がマーケティングの特徴をどう議論したらいいのかということでできました。で、これは営利組織ではだけではなくて、非営利組織にもですね、マーケティングは拡張できるというのであれば、その中心は交換だと見ることが有用だろうというような議論の中でも生まれています。 これに対してマーケティングは取引だという議論もあります。これはハントがですね、えー、ハント教授がマーケティング科学論争という中で、マーケティングは結構、 あの実証科学的というよりも企業はこうやったらいいという規範的な研究にとどまっているものが多くてマーケティングは実証科学にふさわしいものになるためにはそもそもマーケティングは何を対象とした研究なのかという認識対象を明確に定義をするですね必要があるというふうにですね主張してそれをトランザクション取引である。 といいううふうに言いました。そしてその取引について消費者がどのように反応行動するのかという消費者行動論やマクロの流通チャンネルがどのように形成されていくかなどなどの実証科学的研究まで含めればですね当時日本でも日本商業学会の関西部会などではですね 他のさまざまな経営科学の分野ではさまざまな理論と呼ばれるものが生まれているけれどもマーケティング研究は理論を本当に生み出すような科学研究になっているのかということでですねさまざまな問いがですねそういう中で神戸大学の2人の先生 例えば荒川雄吉先生はですね少額というのは取引財の社会的に移動に関わる人間行動を研究対象とするんだとそしてそこの中心にはですね抽象化すれば生産物の社会的移動だし現実的には河川製造業によるマーケティングなんだという捉え方をされています。さらに、 田村正則先生は取引というのは交換と違うのは交換っていうともう交換がね自然にできてしまううまくいってしまうと捉えがちだけども取引となった瞬間相手のあることで相手とさまざまな条件が一致しないとね取引は成立しない。つまり 交換が不確実性である交換が確実に起こるわけではないというですねこの取引の注目をすることでこの不確実な交換というものをいかに実現するかというさまざまな鋭意取り組みっていうことに注目をすることになるでしょう。でその際にさまざまな商業者を媒介にして 社会的に流通をしていく商業モードに対して先ほどの VMS ですね企業が主導的に自らの製品やブランドを販売するためのですね流通経路流通チャンネルというものを作っていくようなあるいは広告とかをしてですねあの他のブランドと差別化してフルマーケティングですね消費者から選ばれる。 いいう形でですね、あのー、売っていく、こういうマーケティングモードというのがですね、生まれていったということで取引といいう枠組みでの議論もございます。さらに1990年代前後にですねマーケティングの議論の中にもこれは経営学の中でもさまざまな影響を与えてますけどポストモダン的な つまり今までのように環境があればその環境に最適化した戦略っていうのがあると、ね、非常に合目的的な理性的な、ね、行動として経営行動を理解するみたいなのがですね、まあ、経営科学の一つの捉え方であったりマーケティングの一つの捉え方だったんですけどそれは本当にそうですかという問いかけが 始まりまりすで。これを受けてですね石井順三先生がマーケティングの神話これは今ではあの岩波の現代文庫に収録されてますけどこの本を書かれてですね、まあ、要するに消費者のニーズは分かってるとみんな思ってるだけで本当は事前にはですね分からないんだと市場調査でアンケートしてね、こういうニーズを持ってるよというふうに調べますけど。 でそれでそれを信用して、ねえー、マーケティング戦略を作ったりもしますけどもそれはアンケートの時にそうかなーって答えてるだけで本当にある状況の時にこれを欲しいというふうにですね消費者が思うかどうかなんてことをはっきりと示すものではありません消費者自身何が欲しいかということを事前に言える ことは非常にに少ないでです、まあ、典型的によく言言う例で言えばアップル社のの例ですよねアップル社が iPhone を開発するときに、まあ、マーケティングリサーチっていうのはアップル社ではスティーブ・ジョブズはですね、えー、重視しないんだという主張をしていますけれども当時携帯電話を使っている多くのユーザーにどんな未来の携帯電話が欲しいですかと。 聞き取りをしたところでですね、iPhone のようなスマートフォンが欲しいという具体的な提案が出てくるわけがないですよね。だけれども iPhone のようなスマートフォンを世界に発表したら、こんなのが欲しかったんだというふうにですね、消費者は反応するわけです。そういうふうに考えるとですね、消費者にニーズがないわけではないと思いますが、 かといって消費者自身が自分が欲しいものというものを具体的に説明できる。あるいは自分がなぜそれが欲しいのかという理由を明快に説明できる。というのは非常に少なくて多くの場合よくわかんないし、かつ、ね、なぜ欲しいのかっていう自分のこれが欲しがる本当の理由なんていうのも、本人にも隠された、ね、心の内部に、 あある可能性がありますよね。だからそういうふうに捉えるとまさに、ね、マーケティングっていうのは離れてみると消費者はこういうニーズがあるだからそれに合わせて製品を作りましただから売れたっていうふうなそういうふうに論理的に説明できるモデルになってるけども実際近づいてみると、ね、消費者に目の前にたまたまあるプロダクトが現れて。 その時に消費者がその製品の中に何らかの自分の欲しいもの期待するものを見出す実は消費者が発見している消費者がその一期一会の出会いの中で創発的にですねニーズというのが生み出されているこのように考えると交換というのは一方的にですねこれ買ってねはいっていうものではなくてですね相互作用のプロセスで決まるわけだし 製品の使用価値というのも企業側がレシピでこういうのがスペックでですねこういう機能でこう役立ちますよと企業は説明するけれどもしかしながら実際にはですね消費者がユーザーが偶然恣意的に自分にとっての意味っていうのはこういう意味だなと捉えるというふうなですねそんなふうなスリリングなですね この使用価値が誕生する瞬間交換が実現する瞬間みたいなものがあるんじゃないかと、まあ、いうふうなこう文化的な見方と言っていいと思うんですがそういう見方を提案をいたします。でこのように交換や取引、 偶的な交換というこの見方それぞれに特別な意味があってこれらからも大いに学ぶ必要があるだろうと思いますけれどもやはり冒頭申し上げたようにマーケティングは販売しようとする側の能動性こそがですね一つの大きな、ね、エネルギーといいますかあーマーケティングを生み出す基礎にありますのでそこに注目するのであれば やっぱりマーケティングの本質は販売であると見るべきではないかと、私は考えています。京都大学でマーケティングのですね、担当教授として最初にですね、あの活躍された橋本勲先生は、販売管理論という本の中で、販売管理の歴史的な発展の中で、マーケティングというものを捉え直しています。 その中で橋本先生はマーケティング過程は販売過程が時間的場所的に拡大拡張されたもので事前取引過程と取引過程と事後取引過程取引の前後にもねプロセスが生まれることがマーケティングの特徴だと確かにそうですね。 取引をする前に広告をすすするるとかするわけですね。取引をした後にアフターサービスとか相談とかクレーム対応をするわけですね。そういうふうに、えー、事前事後にですね、マーケティングのプロセス、顧客と企業との間の相互作用がですね、そこに組み込まれていると。同じように私の恩師でありますマーケティングの担当教授を引き継いだ近藤文雄先生は、 プリセリング、ステリング、アフターセリングという一連の計画的、組織的な活動なんだよということで、これもセリングが中心にありますけれども、その前にプリセリングとアフターセリングがあるというプロセスで、マーケティングというもの、つまり販売を拡張している、販売を実現するために、販売ではない部分を 含めた様々な取り組みをしていいるるとううふうにですね、え見るべきではないかで。私自身もそれを受けてですね単なる販売と区別される販売前販売後活動を含む一連の統合的にマネジメントされた市場の絵のですね、働きかけというふうにマーケティングの本質を捉えていきたいと思っています。 まあこのようにですねマーケティングの歴史的な性格と本質をめぐってのですね議論の次にこれを受けて具体的なじゃあマーケティングはその後さらにどのように発展していったかを見ていこうということでマーケティングの歴史を見ていく場合こと細かく見るともちろん1910年代はこう20年代はこう30年代はこうと言えますけれどもこの20世紀初頭のマーケティングが成立した 時期を一つの大きなマーケティングの誕生の時期だと捉えるのであればマーケティング戦略マーケティングマネジメントというのが本格的に確立するのは1950年代そして60年代というふうにですね見ることができると思います。えー、ハルバースタム氏がですねザ・フィフティーズというこのアメリカの 1950年代の政治経済生活に関するですねあの結構個々人の動きも丁寧に紹介していただいているものなのであのマクロな話だけではなくてですね結構あのダイナミックにこの1950年代というのがアメリカ人にとってどういう時代だったのかということをですね非常に赤裸々に 明らかにしている本ですけれども、まあ、第二次世界大戦で、ね、大変な、ねあのー、もちろんダメージも受けてますがでも他方でそのことによって大きくですね、こう産業がですね、発達をしその後の1950年代っていうのはまさにアメリカンドリームテレビドラマも始まってですね、いわゆるホームドラマ。 アメリカの人たちがですね頑張ればどんどん自分たちはハッピーになっていくというですねそういった夢や希望にですねまああの満ち溢れたそういう時代だと言ってもいいですでまさにこの時期にはですねアメリカの消費市場が大きく成長する時期に当たりますのでこの時期に現代のマーケティングの 大きなですね特徴であるセグメンテーション市場細分化に基づいてつまりその一つの市場として捉えるんではなくてその市場の中にさまざまなニーズや特徴をです、ね、持つ消費者のグループ顧客のグループに分かれるそれを分けてそれぞれに応じたプロダクトやサービスそれぞれに応じた広告や 販売の仕方というものを工夫していくというですねそういう市場細分化セグメント化されたマーケットに対応する適応するカスタマイズするマーケティングというのが展開されてきましたこの1950年代のあ描いた「t h e f i f t ズ e s の中でも GM の話家を大量生産する話ディスカウントショップの話 マクドナルドの話、ホリデーインの話などなどですね、本当にアメリカを代表する、ね、このマーケティングの成功事例とも言っていいですね、えー、企業の取り組みが紹介されています。でこのような状況の中で、私が注目したのは、マーケティングコンセプトと呼ばれるものです。これは1960年代、あるいは70年代以降、 マーケティングの教科書の中でマーケティングというのはマーケティングコンセプトを大事にすることだよというふうにですね、えー、教科書の中に定式化されるようになる一つのマーケティングに関する枠組み考え方です。具体的にはどのようなものかというといろんなマーケティングコンセプトの議論が調べていくとあるわけですが教科書的にまとまったのは大きく分けて3つです。 1>, 1つ目は顧客志向、あるいはまあ消費者志向っていうふうに言うときもありますが顧客志向ですね2つ目が利益志向、そして3つ目が統合英語で言うとインテグレーションということですねこの3つの内容がマーケティングコンセプトの企業がマーケティングをやる企業が経営戦略としてマーケティングコンセプトを採用するというのは 今言った顧客志向、利益志向、統合をですね。重視して展開していくことだと、まあ、こういう考え方として言われています。で、このようなマーケティングコンセプトも調べていくと。私がマーケティングの研究を始めたときには、もう教科書に載ってるわけですけど。教科書に載る前に、何があったんだろう。調べ始めたんですね。そうするとですね。当時のアメリカの経営協会とか。 アメリカのマーケティング協会とかアメリカの広告主の協会とか広告代理店の協会とかそしてビジネス誌でありますプリンターズインクとかセールスマネジメントとかインダストリアルマーケティングなどのビジネス誌これらにですねこれからはマーケティングコンセプトが重要だ我が社のマーケティングコンセプトはこうだっていうですねこういう議論が1950年代に活発に 特集がが組まれれたたり、り記事が書かれたりと。まあ、今でもねマーケティングの世界はそういうのに溢れてますからなんとかマーケティングだみたいなので記事になったり特集が組まれたりしてますがそういったものとしてですね実は当時マーケティンングコンセプトというのが登場ししてましたで。その中身を見ていくとまず顧客思考についてやっぱり大きな影響を与えたのはもう経営 経営のねビジネスの実践にとって最も大きな影響を与えているのでマーケティングだけに影響を与えたわけじゃないですけれどもやはり PF ドラッカーがですねこの事業の目的は顧客の創造であるというですね、あの定義を、ね、示したことこのことが大きなインパクトになっています。つまりビジネスをするっていうことは顧客は誰ですか 顧客はどこにいるんですか、顧客は何を買ってるんですか顧客は何でそれを買うのかつまり顧客にとって価値あるものは何なんですかっていったようなですね顧客についてフォーカスをすることがビジネスの、ね、出発点なんだというふうに言っています。そして、ある、えー、中にははですね、顧客のの視点から見れば、事業、ビジネスというのは マーケティングそのものではないかというふうにマーケティングというものが顧客にフォーカスするというところに位置づけられる職のファンクションだというふうに位置づけられていますもう一つはですね利益理念ですでこの利益理念もいろんな議論がありますが一つはやっぱりマーケティングというと古くはあるいは今でも営業販売の 担当の方が売上責任を持ってですね、取り組むみたいなやっぱり販売額売上高を増やすというところにですね注目しがちなわけですけどいやそうじゃないと利益が重要なんだと利益獲得のためにつまり同じものを売っても上手にマーケティングをやれば大きな利益は獲得できるけれども下手に売ればねマーケティングがうまくいかなければ やっぱり安売りをしてしまう利益が取れない販売になってしまうということでマーケティングというのはちゃんと高い収益性をですね確保できるような、まあ、高く売れるような仕組み仕掛けを、まあ、作りましょうとかねあるいは薄利多売の場合もありますそういう場合は圧倒的なシェアを実現することで薄利多売でやっぱり利益を獲得しましょう。 ねまあ、いろんな利益獲得の方法はありますけれどもこういったことがですねマーケティングの担当者があるいはマーケティングが頑張るべきです、ね、役割なんだと、まあ、こういうふうにですね述べていますなので当時のですね議論の中でこれ論文の中でマーケティングのこのコンセプトのモデルっていうものを、えー、キング先生が指摘をしているんですが。 これなんか見ると面白くて、うまくいってる時はそのまままっすぐこの真ん中の列でいくわけですけどもマイナーなアンバランスがある場合にはですねそれぞれ調整をするそして大きくね、あのー、マーケット環境とですね企業の行動が不一致している場合には消費者思考と利益思考という2つのフィルターで大きく調整再修正して こんなふうなですねモデルを、えー、これは1965年のですね、えー、モデルですけども提示をしたりもしているということでマーケティングコンセプトというのが、まあ、一つの操作的なっていうんですかマネジメントの進め方として提案をされるようになっています。続いて統合です。 顧客志向と利益志向を実現するためには、どのような組織を作って進めるのか、当然目的があればそれも実行する手段が必要になりますよね。手段としての組織の在り方を議論しています。で、そういう点ではですね。マーケティング、マネージャーマーケティング部長というのが置かれるようになるというのが、当時積極的に議論をされてました。 販売部長セールスマネージャーというのは会社のことを第一に考えて売り上げを追求しがちだけどもマーケティング部長はあるいはマーケティングマネージャーは顧客のことを第一に考えるんだとかですねあるいはセールスマネージャーは、ね、営業担当者が日々販売に取り組むというそういう主に日常のオペレーションに 注目をしてしまうけれどもマーケティングマネージャーは主に計画に従事する。この左側にあるように広告販売促進マーケティングリサーチ販売予測ここまでが100%マーケティングマネージャーが指揮監督する諸機能として、えー、採用されてたと1957年の大企業向けのですねアンケートで、えー、こんなことが。 回答がありますさらに販売訓練販売製品計画ディーラーリレーションこういったものが80%以上ですよねでさらに経済予測販売コントロールコンシューマーリレーションパーソナルマーケティング倉庫ねえー、放送そして結構 意外ととこれ少なくくててその後上がってくると思うんじゃない価格が当時はまだまだマーケティングマネージャーがあんまりコントロールできない状況になっていたんだなっていうのがわかりますけれどもこれらの諸機能を統括的にマーケティングマネージャーがまとめるこのあたりはあの日本の伝統的なっていうんですか 組織論とこのアメリカの組織論の明確な違いですけどインテグレーションをするっていうのはシンプルに言うと一人のマネージャーのコントロール下に置かれるっていうことなんだよね全てのこの関連するマーケティングに関連する書記のそれぞれのユニットがいてそれぞれの専門担当者がいますがそれは一人のマネージャーのプランで調和の取れた、ね、お互いにですねあの調整されて整合的な プランとして展開される。まさにマーケティング戦略という絵があってそれをそれぞれの担当のユニットが具体化して実行していくということでですねマーケティングマネージャーというのが当時どんどん置かれるようになりましたしそしてマーケティングマネージャーが経営の重要な意思決定 ジェネラルマネージャーとか社長の意思決定に関与する必要があるということでマーケティング担当副社長というのがですね置かれてそれでマーケティングの専門的な人材に育成もする、ね、そしてさまざまな他の 職能、生産の職能とかですね、経理とか財務の職能部門とか、そういう他の職能部門との連携調整も進めるなどなどというようなことが進められています。このように、顧客志向と利益志向を空文句のように単に言うてるだけでは実現できません。これを実行するために、 マーケティングマネージャーがありマーケティングデパートメントがあってですねそして戦略的にですね実行するでそれがうまくいかないなら当然アメリカですからあのこのマーケティングマネージャーはあの場合によっては肯定されるとかいろいろ大変なことにはなるわけですがそのようなあの経営責任を持ちながらですね取り組むというふうにです、ね、なっています。 このようなマーケティングコンセプトを当時積極的に実行した企業の一つがジェネラル・エレククトリック社です。まあ、エジソンが作った総合電気企業ね、まあ、最近はちょっと経営業績的には厳しい状況になっておりますけども1950年代ここではですねコーディナーという CEO が登場してあの文献的な事業部制を 積極的にに展開するようになりますでその後皆さんも経営学を学んだ方なら必ず学ぶプロダクトポートフォリオマネジメント、まあ、これは BCG ボストンコンサルティンググループ版とややこしい GE 版とあるんですけれどもこの GE の中でさまざまな事業部がたくさんあるもんですからそれらをトップの観点で総合的に評価するための枠組みとして戦略的な コーポレートレベルの意思決定をする枠組みとして PPM プロダクトポートフォリオマネジメントというのは開発されるんですがその前にまずは事業部を作るという議論をするんですね。でなんで事業部を作るのかっていうと結局顧客にフォーカスをしてマネジメントをするそしてそのことでちゃんと利益責任を持ってやる。ビジネスが、 顧客にフォーカスして利益責任を持つっていうですね、この組み立て方にするためには事業部制組織を展開することが重要だということでまさに事業部制組織こそが人員者におけるマーケティングコンセプトの具体化といってもいいです。当時でで、すね、コーーディナーの下で マーケティング担当副社長を務めその後コーディナーの後を継いで CEO になる FJ ・ボーチ氏はですね「えー、私たちの会社ではマーケティングはフィロソフィーだ」と。二元的マーケティングということでニーズをつかむっていうのとちゃんと売り込むっていうですね、まあ、この二つがですねマーケティングの主要な仕事であるというようなことでですね 当時のの状況の下で、マーケティンングコンセプトを具体化ししたりもしています。まあ、その後このようなやり方は顧客に合わせて利益責任を取るということで事業部があまりにもたくさんになりすぎてですね会社全体としてダイナミックに環境の変化に適応して未来に対してリスクを取って成長するっていうふうにならない結局あまりにも分散 的にですね、なってしまうということでですね、このように細かな事業部制にフォーカスしすぎた経営さらに PPM を導入して本社が細かな事業部をまるで査定するだから現場の人間が楽しくないんですね。本社のビジネスをやらない人たちがこう査定をするわけですね PPM <タッ>の物差し使ってそれでですね投資の判断をする。 もっと投資の予算くれたらビジネスチャンスはあるのにと言うんだけどもなかなかそれをですね、えー、そんなのエビデンスあるんかとか聞かれてですね、いや、それは未来に対しては不確実ですからね、はっきりしませんよね。だそういうところで実は GE の業績が低迷をしていきます。これが戦略計画の70年代と呼ばれているものですね。極めて精緻な。もう本当に教科書的には パーフェクトな感じがするすごいシステマティックな計画的な経営をするんですが結果的にそのことが現場のダイナミズム環境変化とのダイナミズムに失敗をするわけですそこでその後有名なですねジャック・ウェルチ氏がですね CEO になって1980年代に3つの輪リストラクチャリング GE 価値給付書ワークアウトということでダイナミックに 挑戦する組織として、そして選択と集中でこの分野で GE の大きな成長と高収益を実現するんだというふうなダイナミックな組み立て方をするこれはもう個別の個別のその事業部レベルの小さな顧客志向というよりもコーポレートレベルで未来の顧客は何なのかというですねことについて 我が社はここで勝負をかけるっていうですねまあそういう判断をしたねというふうに見てもいい大きな変化だったように思います、まあ、このように1950年代以降ですね現代のマーケティングの教科書になるような取り組みがですねマーケティングコンセプトそしてジェネラルエレクトリック社などを通じて行われてたというようなことをこれまで研究を進めてまいりました でこれらを受けて現代のマーケティングは基本的には顧客志向のマスマーケティングであるということで,です、ね、顧客志向のマスマーケティングにはどんな諸問題があるのかそしてどんなバリエーションがあるのかということについて、まあ、模索をするです、ね、議論をしたりそれに当てはまる事例について取り上げて検討したり。 ということでですね、2003年に顧客志向のマスマーケティングという単調をまとめております。で、まあ、だいぶ昔の本で、さすがに残念ながら、あの、もう出版社も印刷してくれるという話ではないようなので、でも、あの、メルカリとかでもなかなかもう見つかるような状況でもありませんので、それで、あの、出版社と相談をしまして、 京都大学ではくれないという形で、あの、いわゆる、あの、オープンな形でですね、あの、出版物をですね、提供するということをですね、あの、進めていますので、出版社のご協力を得て、現在は PDF の形でダウンロードできる形で、このくれないの中にですね、えー、顧客志向のマスマーケティングを公開させていただいています。まあもし ね、ちょっとね参考になることもあるかもと思うのであればですねくれないの方でご覧いただけますので、えー、見ていただいてあまあ嬉しいなと思っています。で具体的に顧客志向のマスマーケティングということでさまざまなマーケティングの現代的な形態っていうんですかねそれについての研究やあるいはそれに取り組む皆さんと一緒に これからのマーケティング何が必要だろうかというような議論を積み重ねてまいりました。それについて次はいくつかご紹介をさせていただきたいと思います。まず、一つ目がですね、顧客参加のマーケティングという観点です。まあ、私自身縁があってですね、生活協同組合、大学生協のですね、活動なんかにも 学生時代から関わってたりするわけですけれども研究者になってからも生活協同組合というのは消費者を組合員として組織をするで消費者が参加をするということを前提にですね政教の事業が組み立てられている、まあ、実際の政教には矛盾がありまして他方で政教が巨大化する中で政教もまたね大型 大規模小売業がやっているような小売マーケティングを積極的に導入して例えば最近では盛協でもポイント制ね利用したらポイントがたまるみたいなことをやってたりしますがそういったのはやっぱり大規模な小売業がやっているのを真似して模倣して入れているものでそういったものをたくさんしていますのでやっぱり消費者をお客様と見て 組合員をお客様として見て、政協側がそこにマーケティングして買ってもらうというようなです、ねえー、傾向、これは一方で、ここをもう30年の間、強まってきています。でも、他方で,です、ね、消費者が参加をする組合員が主導権を持ってです、ね、取り組むというような試みも様々なされています。例えば、 2001年にまとめた論文ですけれどもコープ神戸は1995年の阪神大震災の後、商品作りチームということで組組合員主導の商品開発に取り組みます。そこの事例ですね10ぐらいですかねヒアリング調査をして組合員の皆さんがどんなふうに商品開発に取り組んだのかというようなことをまとめました。 現在は違いますよ。やっぱり非常に多くのですね、消費者組合員にご満足をいただくご利用いただく商品を作ろうということだと一部の組合員消費者がこんなのが欲しいというふうに作ってそれが当たるというのはなかなかなりませんからね。なので現在においいては、こういう 組合員が主導で行うような商品作りっていうのはほとんど多くの政教ではもう採用されなくはなってるんですけど当時は積極的にそれに挑戦をしてで一部やっぱり画期的な成果を収めた事例もありますがやはりそれはいくつか本当に稀有な、ねえー、本当に奇跡的な、あのー、組合員の 関わり方があったとかねで、また商品開発をするバイヤーの側からするとやっぱどうしても膨大なこう時間っていうんですかこうあどうしてもあっち行ったりこっち行ったりっていうふうにです、ね、消費者参加で作っていきますとあの話があっち行ったりこっち行ったりしますのでその結果非常にユニークな商品開発につながることもあるんですが。 他方で非常に無駄な時間、多くのですね、時間を使ってしまうということで、なかなかこの商品作りチームっていうのは、すごく面白い経験でもありますけれども、一般化し普及するのはとても難しいという状況になってます。特に昔の政教は、だいたい結婚して子供ができて子供に安全な食べ物を食べさせたいと思うですね。 えー、女性が中心となってですね、組合員となるということで、だいたい年齢とかあるいは直面している課題とかニーズだとかということに同質性がありました。ところが今はですね、本当にどんどん六十代七十代以上のですね組合員もいればもちろん二十代の方もいるということで非常に幅広いさまざまな階層さまざまな年齢さまざまな あのー、価値観をお持ちの方がですね、政教の組合になっているということで、こう尊重するような形にしていかないと回らないというような、まあ、政教のあり方そのものも大きな変化をするようになっています。最近の私の、えー、取り組んできたことで言いますと、そういう生活共同組合のこれからの課題は何なのか、 やっぱり生活共同組合について一方ではもう地域というのを離れてもうインターネットもあるんだからっていう議論もないわけではありませんけど他方でやっぱり私たち、ね、ここうういうオンラこのコロナでデジタル化オンラインが広がったからこそ今日も皆さんね、時計台にお集まりいただいていますけどこうリアルに出会うっていうことの喜び、ね、かけがえなさっていうのがあるんだろうと思います。 やっぱり地域社会の中で私たちは生まれ育ってですね、えー、生きていくということであればやっぱりその地域というものがの私たちの生活を進めていく上での拠りどころとしてなっていく必要があるところがやはり日本中で少子高齢化が進むなどなどでですねそういった地域というものがですね弱くなっているあるいは地域が強いっていう場合は逆に ね、なんかこう難しいルールがいっぱいあってですね、あのー、若い人たちはです、ね、あの言いたいことが言えないみたいなそんな歌舞伎的なといいますか伝統的な支配的なです、ね、地域というのもあって女性や若者がです、ねまあ、排除されがちであると、まあ、いうような現実の地域もあったりいたします。 そういうい中で、でこれからのですね、やっぱり政教やあるいは私たちに期待されているものとしてですね集いの館構想みたいなですね、地域の人がさまざまな年齢さまざまな課題やニーズを持つ人が集まれるような小さなお店小さな集会所みたいなねそんな機能をですね、こう日本中に広げることができてそういうとこで寄れるようになればいいんじゃないか。 まあ、一つのアイデアにすぎませんけどそんなことをですね政教総合研究所のプロジェクトの座長としてですね、まあ、研究会を進めながらまとめたりもしています。二つ目にですね、非営利組織においてもマーケティングが重要になってきてきるともとマーケティングっていうのは無理やり売りつけるね欲しくないものを売りつけるね 害があるるももののを売りつけるみたいなもので基本的には非営利組織に積極的に取り組むような人たちからはですね関係者からは歴史的に見るとあるいは現代においても実はあんまり人気がないですやっぱりマーケティングといえば営利ビジネス、ねえー、でしょというふうにです、ね、なりがちではありますでもそれに対して ドラッカーやあるいは様々なですね。この非営利組織のマネジメントを変えていく必要があるんだという議論の中で、非営利組織のマーケティングもまた重要であるという議論がなされています。私自身も非営利共同組織の皆さんとですね。一緒に議論しながら、そこでのマーケティングの在り方ということについて様々な。 調査や研究に取り組んできました。一つはやっぱり、近年は民間企業、営利企業でもですね、ミッションとかパーパスが重要だと。やっぱりそこは21世紀、ね、私たちはなぜねこれをやってるのかというね意味っていうのが、しかもその意味っていうのは自己満足の意味もあってもいいんですが、社会的に価値があるという意味がですね、 やっっぱこう問われるるようになててきてるそこはもう20世紀と21世紀の大きな違いだと思いますけども非営利組織はもともと、ね、このままでは困ると何とかしなきゃいけないっていうですねそういう強い問題意識や解決したい社会問題社会的なテーマ課題っていうのを認識して始めるわけですからビジョンやミッションが 決定的に重要であるとということがまず言えるだろうと思います。そして2つ目に顧客満足を実現改善するということでやはりヒエル組織はしばしばですねいいことをやってる今までもやってて今回もこんだけ人が集まって楽しくやったからよかったと見てる。でもそれは本当に、 この非営利組織の事業が目的目標としているものに対して十分にですね達成できているのかできてないのか達成しようというのであれば非営利組織の顧客つまり解決をしたいという対象者とかあるいは応援してもらう寄付者の皆さんの気持ちやお考えをもっともっと理解をして 彼らが積極的に関わる、彼らが積極的に参加する、彼らが積極的にですね寄付行為を行うというような状況というものをいかに作るか、そういうことを通じて、ですねこの非営利組織の事業がより有効かつ効率的に展開できるようになる、まさに非営利事業のマネジメントをですねどう改善していくのかということにも、マーケティングは関わるのだと思います。 そして3つ目コロナの状況の下でもねワクチンの普及とかさまざまなことでですねこの社会変革キャンペーンソーシャルマーケティングといいますけれども社会を良くしていくための一つのアプローチとしてマーケティング手法を採用するターゲットである顧客のプロフィールや特徴をつかんで 積極的に社会を良くしていくためのアイデアである社会的なプロダクトというものをですね採用していただく、ね、対象者が、ね、自ら利用したくなる採用したくなるということを通じてですね、えー、社会の課題に挑戦をしていくそういうソーシャルマーケティングという取り組みもますますですね 広がってきてきいいいるとううふうに思います。まあそういう中でこの非営利組織のあり方をですね考えるということでさまざまな団体と協力させていただいて特にこの非営利組織の成果重視マネジメントこれはドラッカーがあの非営利組織の改善のためのプログラムというのを積極的にアメリカを中心に進めるわけですがそこでの進め方ですね。 で外部の第三者のコンサルティングで進めるのではなくてまさに比エ組織のディレクター、理事役員あるいはマネージャースタッフが自ら今後どうあるべきかということで使命は何か顧客は誰か顧客にとって価値あるものは何か私たちにとって成果成功と失敗とは何なのか。 だからこの計画が望ましいんだというリロジックでですね、一個一個、まあ、これ合宿をしてワークショップをして突き詰めることを通じてですね、非営利組織が、ほっとくと非営利組織っていうのは、まあ、民間企業もそうかもしれませんけど、大学もそうかもしれませんが、こうどうしても今までやってきたことを去年やったことを今年もやる、今年やったことも来年やるみたいに、まあ、繰り返しをしていくという,うになってしまう。だからどん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 環境の変化、 ね、に対応できてないなどんどんズレが広がるとかあるいはチャンスがあるのに挑戦していないっていうことになりかねないですよねそういう中でこの5つの問いを組み合わせることによってダイナミックにですね消えル組織のマネジメントが展開されていくというようなことを主張していてこのようなプログラムをいろんな団体とやらせていただいてきました。 3つ目のテーマはやはりデジタル時代です。私自身あの結構いわゆるコンピューターとかですねこういう新しいものが好きでしたので、まあ、1979年に京都大学に入学した当時この頃 PC8001 っていうのが登場しましたですねでその後あの修士論文を書くときにもですね当時ほとんどの人は 今の若い人たちは知らないと思いますけど当時はまだパソコンでは上手に日本語が扱えなかったもんですからワープロ専用機って呼ばれている、まあ、中身はコンピューターなんですけどワープロにしか使えないコンピューターをそれぞれの家電企業各社が販売をしていたんですね。でも私自身はそれ以前からパソコンを使ってましたから NEC のパソコンで苦労しながら。 いや本当に苦労したのは当時まだですね原稿用紙に収集論文は印刷する必要があったんですよ。なのでドットプリンタでこの原稿用紙にきれいに入るように印刷するっていうのはちょっとずれたらもうずれるので印刷し直しっていうのでだいぶ苦労した思います。今はもうそんな変なルールありませんから簡単に印刷したらいいだけなんですけどね。逆に今だったら、 あの原稿用紙も合わせて印刷するような機能もあったりしますから今だったら楽でしたけど当時はとても苦労しましたけどもそんなふうに「あのー、修士論文」は NEC の8800マーク2でしたかねで印刷をいたしました「一太郎」のユーザーでもその後ありましたけどもでその後また、あのー、アップル社のマッキントッシュが日本で入ってきてですねアップル社のマッキントッシュの SE とかですね使っておこ まあ、なかなか研究にどうのこうのとはなりませんけども本当にビジュアルなものでですね、まあ、そんなふうに仕事に使える使えないは点,々点ですけどもコンピューターそしてインターネットもですね1990年前後でしたかね、あのー、京都大学の理学研究科の物理の院生にですねこんなんあるんだよとハワイ大学のこの文献取り上げたいならインターネットでユニックスでですね ユニックスでこうつないだらですねテルネットだとかなんとかだって、ね、これダウンロードできるよとか言ってあそ,んなんそんなんできるのみたいな感じで出会ったのが当時最初のですね、えー、インターネットの出会いではあります。そのままモザイクとかね、えー、www みたいなのが19923、ねえー、年に生まれてウィンドウズが1995で 初めてです本格的にインターネットが多くの私たちが使える状況になるわけですけどもこのマーケティングの分野でもですねそういう段階から積極的にやっぱり新しいメディアを活用しようとするマーケティングというのは手段からは自由ですね使える手段は何でも使ってですね顧客に働きかけるということがですねある種の宿命なんだろうと思います。そそしててうなることによっままたた、メディアもまた 大きな影響を与えるということで、インターネットの空間はですね、やっぱりビジネスに使われるということで、他方でインターネットの空間は、そこには新しい、ね、誰でも発信できる、本当の民主主義の可能性がある、などというふうに言われた時代もありますが、必ずしも今本当にそうかなっていう状況になっているのは、やっぱり私たちが利用するプラットフォームは、 民間企業がマーケティングの手段としても使っているという枠組みの中でインターネットの中のさまざまなメディアやツールプラットフォームなども採用されているということがあります。そんなことをですねある種の共犯関係ということで見るべきではないかという議論をしたりあるいはこの3月にですね、えー、と博士論文まとまってあの学位を授与 えー、されることになりましたかひろのりいきょさんがこれはちょっと古い本ですけども「次世代コミュニケーションプランニング」という本の中でコンテクストとととといいいううここに注目をするということをすす。る挙げていますやっぱりこのデジタルの時代でのコミュニケーションはね消費者の日常のさまざまな情報行動の中に企業のさまざまな情報発信がつながっていきます。 ですので、すの今までの四大メディア等を使ったですねマーケティングとは異なってこんな状況の時にこんな人にこんなメッセージが届くのみたいなことが起こって、まあ、それがしばしば炎上する理由にもなってきてるんだろうと思いますけどだからこそコンテクストを理解しコンテクストを作るっていう議論を積極的に組み込まないとですね デジタルでおけるコミュニケーションがなかなかうまく成立をしないということでですねこのコンテクストっていうことに注目をするということにもあの非常に重要なデジタル時代のマーケティングのポイントがあると思っています。でまたたのです、ね、マーケティングにについても様々に調査をしたり 研究を進めてきていますけれどもやっぱ大きな変化はそれ以前の B2B の産業財、生産財のマーケティングというのはそれぞれ業界ごとの法律規制もありますし業界ごとの監修、さまざまな専門用語もいっぱいあってですねそれぞれに業界特化型の小取引慣行みたいな感じだったんですね。 ところがですねこれもデジタル時代のインパクトで横断的な B2B のマーケティングのツールがさまざまにですね提案をされるさまざまなスタートアップがそういうことも進めるなどなどによって今の B2B のですねマーケティングというのは大きくやっぱり変わろうとしている特に B2B のお客様自身がそうやってインターネット デジタルツールを使うのが当たり前になってきているということでですね、これまでの営業とかサンプルカタログだとかっていうことこれ全く無意味になってるわけではありませんけどもそういうですね、ものからですね、デジタルのプラットフォームの中で例えば企業のホームページにどんな内容を書いてあるのかブログにどんな感じを書いてるのか。 検索でそれらが見つかるかなどなどといったようなですねことで B2B の顧客企業のです、ねまあ、行動もそういうことが採用されて変わってきているそれに対応して企業側もですねさまざまなデジタルの,です、ね、あのツールを使っていく必要があるという変化が今進んでいます。 特にデジタル時代のマーケティングにおいてはすでに消費者が顧客企業が能動的主導的に自分なりの目的やあるいは習慣としてさまざまなインターネットデジタルコードを取っているわけですよねその流れの中で嫌がられないだから無理やり割り込んでテレビドラマが見たいのに無理やり割り込んでテレビ CM がある ななどというようよアウトバウンドマーケティングではなくてお客様が欲しいと思った時に欲しい情報が、ね、見つかってスムーズにですねお客様の行動が支援されていくようなそういったインバウンドマーケティングみたいなものがどう実現できていくかこれは一つのまだアイディアでさまざまな探究や実装が進んでる議論だと思いますけど。 このように今までのマーケティングの理念のままでいいわけではないデジタル時代にふさわしいですねマーケティングの理念というものを考える必要があるんだろうと思います。4つ目本当にこれはご縁があってとしか言いようがなくてですね私もなんでこんなにいろいろやってるんだろうと振り返ると不思議なのがあの京都市。 京都府ともちょっとやってますが、えー、京都市とのです、ね、仕事ですで私は一階のマーケティング研究者にすぎませんから基本的にはマーケティングという観点で助言したり議論に参加したりということでやってきてるわけですけれどもこの京都というもののマーケティングということについてですね一つの自分なりに大きなテーマとして思っています。 ただその際にあんまり決めつけようとは実は思っていないんですね。京都らしさっていうものを誰かが定義でできるななどとは到底思えないですもう本当に100人いたら100通りの京都があるんだろうなというふうに思います。そういう豊かなものがですね京都の中にはあってですねそのようなさまざまな京都に対して熱い思いを持つ。 あるいは場合によってはアンチでもいいですねアンチ京都っていうのも一つのエネルギーですからねそういう人たちが繰り広げるさまざまな取り組みを通じてですね、えー、京都のマーケティングというのは展開できるんだろうということで都市のマーケティングというものについてそしてその都市の中でも京都というですね本当に独自の文化歴史伝統 固有の魅力を持った京都が持続可能であるためのですね未来にこの京都が残っていくっていうことは京都に関わっていく人の私は責務だとも思っています。そののたためにどうしていったらいっらかということを企業レベルでどう考えるか産業レベルでどう考えるのかそして京都という都市システム全体でどう考えるのかミクロメゾマクロのですね視点を持ちながら 関わっってていいきたいと思っています具体的にはですね京都市商業ビジョン京都市のこの商業政策の策定委員会に古くから、えー、1990年代の終わりぐらいから実は関わっておりますでこのおいでやす今日の「章の秋ない」あの「今日の秋ないかこれ商が余分ですね京都市商業ビジョン 2004、うんねえー、この時には策定委員会の委員長を務めて大きな方向転換を提案しましたそれはどういうことかというとこれまでの京都市の商業あるいは地方自治体の商業政策は基本的には商店街政策だったんですね。ししかも、まあ、大規模小売店店がが進出をを、て、商店街がその進出を ストップさせるためにですね、まあ、戦うみたいな状況が続いてそれの調整をしていくみたいな状況が長くてですね、まあ、本当に商店街に注目してるんであって都市のの商業の在り方を議論するにななっってなかった。もちろん商店街が都市の商業の中で重要な位置づけにあることはあの抑えないといけないので。 商店街の発展ということも一つの柱にすべきだけどもっと大きな観点都市の商業はどうあるべきか。京都という都市はやっぱり何と言っても京都にはさまざまなです、ね、観光客や文化人やいろんな人が来てですねで京都を楽しんで帰るということですから京都の商業はまず第一に歴史文化都市京都というものを 発信するというですねそういう特別な役割があるそのもう一つ同時にもちろん京都市民にとっての商業ですよね京都で暮らす人たちにとっての商業という側面もある、ね、そして京都というこの商業空間はやっぱりこう楽しいね街歩きをして楽しいというにぎわいを生み出すような 商業空間でもあるべきだそしてこれらを実現するためにも京都の商業者自身が新しいものに挑戦し、ね、そして老舗は老舗としてですね誇りを持って共同するネットワークでもあるべきだということでですねこの京都が目立つ商業の姿京都市商業ビジョンというものを4つにまとめてその上でさまざまな施策を 議論しましたまた、あ。なかなか実際に行政の施策として展開するのは簡単ではなかったりするんですけれども商店街という団体を支援するだけではなくてやっぱりもっと個店が活躍する新しく商業をやろうという人たちを応援するということができないだろうかとかですねあるいは空き店舗を何とかしなきゃいけないということはずっと全国の さまざまな中央自治体でずっと取り組まれてますがでもちょっと待てよと空き店舗の対策をしたら空き店舗埋まるんですかと空き店舗が生まれるのはその地域の商業が元気がないあるいはその地域の、ね、需要つまりその住民が人口が減るとかね活発じゃないとかあるいは近くにショッピングセンターができるとかで流通してるとかですね つまり、あの空き店舗問題は無理やり誘致してなんとかできるっていう構造で起こってるわけじゃないという見方が必要なんですよね。そう考えるのであれば、空き店舗対策をするなとは言いませんけれども、商店街を構成する既存の店舗が、生き生きと周りの住民や観光客を集めるような、そういう取り組みをするっていうことを応援する。 広がが、るるよううにするっていうことの方がでそうやって元気な商業者がいっぱいあればあここって結構いい感じににぎわいのある商業者がいますねだったら私もここの空き店舗に出ようかなとねだから空き店舗対策のためにも既存店舗を動員するかっていう視点が重要じゃないかとかですねあるいは商業といっても今まで物販中心できたけども これからはサービスとかソーシャルビジネスとかですねさまざまな新しいタイプの物販を中心としない商業にもですねフォーカスをすべきだということで、まあ、現在はアドバイザー会議の議長みたいな形でですねこの京都市の商業ビジョンそしてそれを受けてのアクションプランというのを改定しながら取り組みを進めていますしそれを進めるために KICS と呼ばれるですね京都の商店街が連携して 情報ネットワークですね、クレジットカードなどの決済処理をですね、合同でやるようなそういうシステムを進めているそういったあの商業者の連携組織企業がございますえこの会社のですねまあのこう設立っていうんですかそれ以来ですね、まあ、幹事としてその組織のですね会社の このキックスという合同会社のですね。まあ、健全な発展のためにもですね。まあ、様々に助言もしたり、議論もしたりもしてきております。さらにこれもですね。私、伝統産業嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですけど、別に特に造形が深いとかね。そのこの？ 作品の素晴らしさわかりますか?」って言われてもまあわかりますかって何か感じるものがないわけじゃありませんけどそんなはっきり言って見る目があるとは思いませんけどもこれ,がこれも縁があってですね平成17年に京都大学の総長のです、ね、西島先生が委員長を務めたこの京都市伝統産業活性化、ね、検討委員会 というのがですね作られてそこでまあさまざまな調査もしました伝統産業の職人や事業者ね小業者などなどのインタビュー調査もしながらですね京都市の伝統産業の活性化の方向性を議論しようとなりました当時私自身はワーキング部会の部会長として私自身こうねパソコンを打ってですねどういう方向が必要かという提言文書を策定しました。 この時に挙げたのがこの6つの方向性で結局のところやっぱり伝統産業の製品を買ってくれるマーケットというものを育てていくマーケットを作っていくということ抜きにはですねやっぱ産業としての伝統産業は回らないんだと、まあ、いう点を強調したですね、えー、こういった方向性を打ち出してこれをもとに京都市はですね 伝統産業活性化推進条例を作りそしてその条例に基づいて審議会を作りその審議会の下で伝統産業活性化推進計画を作りということでですね今私が4代目ですかね、えー、これも本当になぜ私がと言いながら、まああのー、全力で、あのーえー、いいものにしていきたいと。 関わっておりますけれども、この京都市伝統産業活性化推進審議会のですね今は会長としてですねこの施策の具体化等をですね務めているところです。さらに本当にあにこれからだっていうところでコロナになりましたのでコロナの中で開催されたんですけど2020年の8月から去年の3月ぐらいまでの間に京都市ね 観光振興審議会っていうです、ね、審議会が開催されましてその会長として本当に観光についてはものが言いたいっていう人いっぱいいますので本当に毎回活発なあのご意見をオンラインとリアルのハイブリッドでやる委員会で受けながらですね今回は大幅にこれまでの理念は受け継いでます。 もともと京都市の観光計画は本当にすごくてですね総合的で体系的なものでしたけどもさらに一歩踏み込んでオーパーツーリズムとか観光郊外ではないかと私はちょっとそれを自身のレッテル張りは言い過ぎではないかという立場ではありますがそういうふうに批判されるような京都市民にとってですねやっぱりあのネガティブな あ印象や状況をもたらすようなことはございましたこのようなことを直視をしてですねコロナが明けた後ねポストコロナでもう一遍こんなことを繰り返してたらですね何やってるんだっていうふうになりますよねということでですねこの持続可能な京都観光というですね別の言い方で言うとレスポンシブルツーリズムみたいな議論もありますけども 観光客にとって嬉しいっていうだけのマーケティング観光ではダメだと、ね、市民にとって、ねえー、迷惑をかけない、まあ、市民にとっても楽しいですね、えー、市民にとってもプラスの観光であるべきだとでさらに観光事業者にとってもですね特に観光で働く人たちにとって誇りが持ててですねどんどんいろんな挑戦ができるようなということにも 注目をしていかないとやっぱり観観光光の従事者が広が広っていかなければ、観光産業もままた持続可能ではありません。こういったミクロのですね持続可能な観光というものも考えるしまた観光自身が社会にどのようにですね貢献するのかというようなことで当然 SDGs 環境の問題に対してとか国際的な交流とかですね 様々に観光が社会に貢献できること。そういったことに取り組むということで、かなりこう、今までにないですね、こう指標というんですか、こう評価目標、評価のポイントを当ててですね、まだまだこれは手探りで進めていくところは少なからずありますけれども、持続可能なですね、ものにしていくということをですね、新たな 京都観光振興計画2025ということで取りままとめてきています。まあ、このように顧客志向のマスマーケティングということでさまざまな分野で本当にさまざまな人たちと出会って私もなんでこんなことを研究する研究者になったんだろうと振り返れば思わないでもないんですが出会いがあってまあ半分は私の性格もあるんでしょう。 面白そうだって思ってですね。それであの積極的に関わらせていただいて今のようなですね。様々なーマーケティングのですね。あのところで、かん様々なマーケティングについての。調査研究ねえ、社会参加というのに取り組んでまいりました。近年もう一つ重視しているのはマーケティングというのは？ コトラのマーケティングの教科書にあるように市場を調査してそれにフィットしたマーケティング戦略を展開すればいいとこれ既存顧客に対してのマーケティングですよねそれに対してもう一つのマーケティングがあるじゃないかと潜在顧客いや潜在顧客っていうのも潜在っていうのが本当に潜在してるかどうかっていうのでこの潜在っていうのはどういう意味なのかなかなか哲学的には悩ましいところではありますけれども。 この未来の顧客に対してどう攻めるかで市場志向というです、ね、マーケティングコンセプトを文化あるいは行動の観点から、まあ、経営組織論的な研究ですけれども評価するという研究が1990年代以降進められていますやっぱりマーケティングコンセプトを実際に企業組織の中で採用されているところについての 経営業績がいいとかまあそんな具体的な研究があるわけですがその中でもナーバースレーターらはですね反応型市場志向つまり既存のマーケットがあって例えばビールみたいなもんですねそれでこういう値段でこういうキャンペーンやったらこれぐらい売れるんじゃないかみたいなこういうふうにこうスーパーと。 等に並べててもららっったら売れるんじゃないかっていかう。まあ、基本的にはスーパーとかでどれだけのこう露出っていうんですかね、廃下ができてるかなんかっていうのに大きく左右されるんでしょうけど、これが反応型市場思考ですけど、そうではなくて、これから新たな、今存在していない、明日としてもちょっとまだ小さい、そういう市場をですね、一挙に作っていく、先行型の市場思考というのをですね、もうちょっとあるんじゃないかと言って この英語の部分は iPhone のところで説明したスティーブ・ジョブズの言葉ですけども「私は、ね、市場調査には頼らないと」と、まあ、こういうことをですね、えー、述べている有名なセリフですけれども未来の顧客に注目するのであれば今の消費者に聞いたことを 間に受けて作るってことはいえ市場調査が無意味だとは私は思わない今のお客様がどういう状況にあるかっていうことで先読みして未来の顧客に議論するために有用な情報にはなりますからねでももし市場調査でね今まで見たことがないね そういう製品についてのですねアイディアを消費者からどんなものが欲しいですかっていうふうに調査して見つけようっていうのはこれは難しいですよね。もちろんあのー、リードユーザー法とか言いますけども、消費者の中にも、ね、とんがった人たちがいるんですよね。アウトドアなんかだと、アウトドアで先駆的にやってるユーザー自身がさまざまな 自分で必要なアウトドア用具を既存の商品を組み合わせて加工して作っちゃったりするわけですよね。ユーザー自身がイノベーションを行うみたいな議論があったりもしますのでそういう特別なコンシューマーに意見を聞いたら未来が見えてくるっていう可能性はないわけではありませんがでも一般的にはですねたまたまねこういうの面白いなと買ってるだけですから。 やっぱ消費者に意見を聞いても分かるわけではないんですね。じゃあどうやったら新市場っていうのが想像できるんだろうか。私自身新市場の想像ということに興味を持ってさまざまに先ほどの顧客参加の生協、えー、での商品作りの取り組みとかですねチームの取り組みとか見てきましたけどもこの 新市場を生み出すマーケティングはどうあるべきなのかということについてですね、関心を持ちながらでもああでもないこうでもないと考えてきたんですがこの点で大きなですね、インパクトをもたらしたのがサラス・サラスバシ先生のですね、エフェクチュエーションという議論です。でサラスバシ氏はシリアルアントレプレナー、ね、連続起業家と呼ばれているような人たちを何人か ッックアップしましまて、彼らがどのような状況でどのような情報分析行動をとるかといったようなことをですね、えー、調査することを通じて彼らが通常の大企業のマーケティング担当者マネージャーとはですね真逆のエフェクチュエーションと呼ぶべきユニークな行動をとっているということを発見してでまあ それがどういう意味を持つのかということをですね、まあ、白紙論文にまとめてて発表しているんですね、えー。経営管理大学院では事業デザイン論という授業をこれまでやっておりますが今年は神戸大学の吉田先生に、ね、非常勤講師として手伝っていただいてですねエフェクチュエーションについての講義を進めていただいておりますが吉田先生がまとめたのはこれです。 普通のマーケティングなら市場はどうなってるかお客様は何を求めてるか、ね、お客様から始まりますよね顧客志向のマーケティングなんですからところがエフェクチュエーションは逆です私は誰か私は何を知っているか私は誰を知っているか私自身から始まるんですね 私自身についてのセルフイメージアイデンティティも関係しますし私自身がとりあえず使えると思っているリソース手段お友達知り合いねまあなけなしのお金みたいなのが出発点にあってそこでさまざまなプロセスでパートナーと出会うことを通じて私たちのできること私たちは何者か私たちは何を知ってるか 私たちは誰を知ってるかというふうにパートナーとの出会いで私たちの物語が始まってそこからですねさまざまなビジネスが始まっていく当たるか当たらないかはやってみないと分かりませんからこれはビジネス必勝法では話もありませんエフェクチュエーションをやったから百発百中で大当たりするなんて言ってるわけじゃありません でも、損失の許容可能性、アフォーダブルロスっていう議論がありますから、あかんなと思ったらやめたらいいだけなんです。やめて新しくまた始める。繰り返し繰り返しですね、様々な出会いを通じて、多くの挑戦をしていくで。結果としてですね、いくつかはヒットするものが出てくるかもしれない。などというようなですね、プロセスを提案しましたし、 だからこそエフェクチュエーションが向いてる人コーゼーションが向いてる人性格的な特性はあるようには思いますこのうちにもちょっと興味があっていろいろ調べておりますがあるとは思いますでも一方でこうやって明瞭な知識にしてしまえばエフェクチュエーションは学べますこれまでコーゼーションのマーケティング戦略はビジネススクールで教えてきたわけですね であれば、これからはですねビジネススクールでエフェクチュエーションも教えるっていうことを通じてですね多くの挑戦をする、ね、人々を生み出して結果的にそれがですね個人の成長、ね、成功と社会の変化、ね、変革っていったようなものをねより良き変化っていうものをもたらすようになれば嬉しいなと、まあ、そういうふうにもですね思っています。で先日、本当にこの間の、間 2日前ですか、3月13日にですね、明神寺の泰造院からのオンライン配信ということで、京都ものづくりバレエ構想の研究と推進寄付講座のシンポジウムが開かれまして、まあ、残念ながらね、まん延防止等重点措置の期間中だということで、ね、えー、本当はアメリカからサラスサラス橋教授に来ていただく予定だったんですが、まあ、オンラインでの 参加とということにはなりましたけれども基調講演そして2回にわたるセッションね、本当に長時間アメリカのおそらく自宅か研究室かどっちなんでしょうねからずっとご参加いただいてましたけれども参加をした形で進めましたそこであの皿澄まし先生自身がですね あのいろんなことをですね言っていて結構いろんな受け方をするんですがこれ起業の研究から生まれたはずなんですけどなんか結構いろんな人に人生論のように受け止められたりもしながらですね、えー、自分たちの生き方やり方励まされたと、まあ、いうふうにですね思う方々もいましたし今回無茶ぶりでエフェクチュエーションという都市ということでですねこの京都という街が エフェクチュアルな都市ににするにはどうしたらいいいんだろうっていうテーマも掛け上げました。社会をそのように変えていく都市をそのようにしていくための課題まだまだ見えてないことは多いですけども皿澄まし教授からも「エコシステム用水劇場」というメタファーを通じてアイデアを受けましたのでねさらにそれを受け止めて自分たちなりにですねこの寄付講座の授業としてもですね展開を進めていきたいと思っています。 私自身3月末で退職はいたしますが、この後もま京都大学の客員教授としてですね、こういった授業には引き続き担当して推進していくつもりにしております。でまた、エフェクチュエーションの話はそうは言っても個人のお話だなと思うわけです。ある状況の中である組織や集団が どのように学んで変わっていくのかということについて十分これで議論できるんだろうかということで特に町づくりとかですねさまざまなそういう関係者が出てくる議論の中ではこのエンゲストロームの拡張による学習活動理論ですねこれを参考にしながら調査研究を進めたりあるいはまああのアクションリサーチですね社会的な介入といいますか。 と言っても、介入といっても上からの第三者からの介入ではなくて自分たち自身が自分たちが直面している葛藤矛盾を自覚してそこから次に進むということを進めていくというこういうあのプロジェクトの作り方なんですよね。 新市場を作る新しいですねビジネスや取り組みをひあの進めていくための議論として引き続きあの調査研究を取り組んでいきたいなと思っていますさてあと2枚のスライドでも終わりなんですけれどもマーケティングの未来ということでですね思うことはいろいろあります多面的に考えることはたくさんあると思っています でやっぱり社会の中の一部としてのマーケティングですから社会の中での要請に社会の要請にどう応えるかという課題もあるんだと思います。でも一方でマーケティングというのはその担い手である企業や団体が活発にマーケティングを展開していくことによってまあ、社会を変えていくというですねまあ、そういう 結構強力な手段活動だというふうに言うこともできますいろいろな論点はありますがここでは2つ挙げています21世紀のマーケティングでどんどん進もうとしているのはマーケティングのテクノロジーがますます高度化しているということですプラットフォーマーマにより、 顧客の行動データが集積をされています。それでプラットフォーマーに私たち顧客はつながっていますから適時的でつまりリアルタイムにオートマティックなですね形で私たちをに対してですねさまざまな働きかけが起ころうというふうな状況になっています。これらはです、ね、AI やデータサイエンスが、 これまではセグメントだったんですけどもそうじゃなくてあなたの明日欲しいものを予測してこれでしょっていうふうに見せる時代が来ている予測して操作をするでこれはですねハッピーかもしれないんです。あなたが過去やってきたことや周りの、ね、トレンドの中であなたが欲しいのはこうでしょってやるわけですからね でも他方でそういう状況に慣れてしまうとこれは本当にあの子育てのパラドックスで悩むとこなんですけど甘えんぼの子供をですねかわいいと思って甘やかしてると本当につけ上がってますますやらなくなるっていうですね <laughs> やっぱり人間基本サボりたがりますよね。でサボりたがって快楽を追求する本当に子供を見てるとあのでね あのそういう傾向ってやっぱ人間は本質的に持ってるんだなとすごく思いますけどもですのでこういうふうにマーケティングが高度化をしていくとですねまあ幸せかもしれないけれどもなんかどんどん人間としてダメになるんじゃないかっていうですねそういうふうに正直思わざるを得ません。でさらにですねこのことはマーケティングはどうあるべきかと。 いいう問いにもなります。どんどんですね相手の許可を得ずにパーミッションを得ずにそうやって私たちの周りでデジタルサイネージだとかネットとかツイッターとかいろんなインスタグラムで何でもいいんですけどもさまざまな形で私たちに、ね、マーケティング働きかけが起こります。このこのととにによって、私たちは高度にコントロールされかねないという状況があります。 でその際にはですね場合によっては差別意識とかコンプレックスとか私たちのそういうネガティブな負の、ね、感情とか意識だとか社会構造だとかを利用する、ね、っていうようなこともですね起こり得ますこのようなですねことはやはりこれからはですねやっぱり邪悪なマーケティングとして 認めてはいけないんじゃないかという当然反発やさまざまな社会的な規制やルールみたいなものが当然その反発として生まれていくプロセスなんだろうというふうに思っていますですからマーケティングというのが高度になればなるほど、ね、それに対してのあり方ということがです、ねまあ、問われるというです、ね、ことがこれまでも、ね、ありましたけども ますますこの AI というものがですね進めるものとの結果としてあるんだろうなと思いますただ現状はですね AI もそこまでもう賢くなくて AI が提供するものだと逆に消費者ユーザーが飽きてきて結果的にはあんまりいいレスポンスが得られないっていうことでですね必ずしも今言ったようなことが上手に進むような、ね、売る側にとってですね えー、効果的な自動化されたマーケティングがどんどん進むかというとその方向を進めるということでのまた今後ブレイクスルーはありえるのでまだ先のことは分かりませんが現状では結構そのような方向性でやっていくことについてはこ行き詰まりが見えてきてる。 まあよくは言うあのです、ね、Google の議論で検索する時の最適化の議論でもやっぱりやれることは限られていて結果的にはやっぱりしっかりとした価値ある情報があるところがちゃんと選択される検索で上位に上がるという仕組みが作られているわけですから、まあ、そういう意味では結構ですねその点でのこれは過度なこういうことになる可能性があるということを言っているだけで現状そのようなことが まあ実現できているわけでもないわけですけどもねそしてまたマーケティングの倫理という点ではソーシャルマーケティングの時にも触れたようにマーケティング自身を活用してですねウェルビーイングなどなどですねあるいは人間の回復貧困や暴力の撲滅ダイバーシティとインクルージョンなどですねやっぱりこのの社会の 持続可能性、社会を養育していくためにマーケティングは何ができるかという問いかけがですね今私たちにですねあるんだろうというふうに思ってます、まあ、そういう意味でマーケティングを規制する在り方、ね、そしてマーケティングに関わるプロフェッショナルをどう育てるかでこのようなことが議論できるマーケティングの理論というものをどう進めていくか というようなことがですね今後の課題だろうというふうに思っています。でこれらを進めていく上でちょっとだけ脱線をいたしますけれども私自身マーケティングの教育研究社会的なですね活動とともに近年取り組んできたこととしてクリティカルシンキングがございます。クリティカルシンキングはそれだけ取るとですね情報を吟味して それ間違ってるやんっていうふうに突っ込むかのようにも見えるかもしれませんがそういったことを通じて自分は何をですね目指すのかとかねどのようにしたらそれが実現できるのかとかそしてそれを共同で自分で共同で実行することによって自分自身のですねあるいは自分たちの私たちの可能性を 引き出して新しい未来を作っていく。クリティカルシンキングだけでそうなるとは言いませんけども、クリティカルシンキングはそのようなことをですね、推進していく重要な私たちの能力、スキルなんだろうというふうに思っています。まあ、この点、二十一世紀に活躍をしていく、ね、幸せに活動していくために必要な重要なものとしてクリティカルシンキングは言われています。 でこのクリティカルシンキングじゃあ大事なのは分かったけれどもどのようにしたらいいんですかとこれがなかなか私自身ずっとクリティカルシンキングには興味あったもののクリティカルシンキングを人に教えるサポートするっていうのが難しかったんですね。でもちろん様々な。 アプローチや考えがあってそれぞれに良さはありますがもっとシンプルで強力なものはないかというふうにです、ね、思っていたところこれもようなところで2011年に出会ったんですけれどもこの教育のための TOC という TOC は制約理論のことですけれどもこの TOC という経営手法をあるいは経営改革のですねア,アプローチを学校教育ですね主にね 教育に当てはめた場合どうなんだろうっていうことでクリティカルシンキングに役立つ図解のツールを作ったんですねでこういったものをですね、あのー、使ってこれまでも京都大学でですねえ授業をしたりあるいは学生指導をしたりあるいは社会人とのですねいろんなあ議論の時にも使ってまいりました。やはりこここれから新ししいいとを吟味していこう。 そしてフェイクニュースじゃないですけども様々に、えー、いろんな議論がいっぱい情報が流れる情報型の時代だからこそですね私たちがちゃんと協力共同して未来に責任を持って関わっていくためにですね、えー、マーケティングとともにですね、まあ、クリティカルシンキングについてもですね今後もしっかり取り組んでいきたいというふうに思っていますで今振り返って このマーケティングもクリティカルシンキングも、なんでこんなに楽しくやれてるのかなというふうに思います。まあ、結果的には私に本当に合ってたんだろうなと思います。私自身本当にできることとできないことのデコボコが結構はっきりしてるタイプだと思ってるので、できないことではいっぱい多くのご迷惑かけてますが、本当にマーケティングに興味を持つということで多くの皆さんと出会うことができましたし、 クリティカルシンキングに興味を持つということでみんなで一緒に考えていろんなことにですねあの取り組んでいこうという仲間たちもできてきました。本当にそういう意味でこのですね、えー、京都に来て43年京都大学で28年間っていうことにはなるんですけども本当にこのマーケティングとクリティカルシンキングに出会ってですね、えー、頑張って楽しかったなと。 これ、今日が最終講義ではありますが、同時に、まあ、これは卒業式みたいなものですから、新しい旅立ちの日だとも思っています、新たにですね、マーケティングやクリティカルシンキングの分野で、です、ね、引き続きあの頑張っていきたいなと思っておりますので、今後ともですね、よろしくお願いしたいと思います。じゃ以上で最終終講義終わらせていいたた。だきまます。どううもごご清聴ありがとうございました